さあ攻守方向を入れ替わりまして、これより最終クォーター第4クォーターに入ります。現在不利にある宝塚東高校、相手陣にしかし入ったところからのセカンドダウン7。さあ再び中央へのランプレーを展開した。今度はキャリアを変えまして81番が中央突破、意表を突く形で約3ヤードのゲインとしています。キャリア81番はチームキャプテンの花田。宝塚東相手陣27ヤードからサードダウン4。中央ランプレー、さあ滝川高校も押し返す。攻撃権更新はしかしなっていない、フォースダウンに変わる。再びフォースダウンのシチュエーションとなりました。宝塚東高校ボールオン相手陣25ヤードからプレーを選択します。再びギャンブル。さあこのランプレーは突破があるか、なっていない。4回目の攻撃失敗となりました。攻守交代、ターンオーバー。ここで宝塚東はテイルバック18番のアウトサイズゾーンにかけました。しかしこれを読んでいたか、滝川高校見事対応しましてノーゲイン。4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代となります。滝川高校この状況で自陣25ヤードから攻撃を見ましてファーストダウン10。さあランニングバック9番に託し、今度は右オープンを展開しました。意表をつくように外をまくりまして約5ヤードゲインとしています。滝川高校自陣30ヤードからセカンドダウン5。今度は中央へのランプレー。しかし宝塚東高校ディフェンスライン陣も踏ん張ります。ゲインは1ヤードにとどめました。滝川高校自陣31ヤードからサードダウン4。さあ中央になるのが、これは宝塚東ナイスタック、ほとんど原因なくフォースダウンに変わります。ここで負傷者発生しております。レフリータイムアウトが入ります。しかしそれに見合う素晴らしい攻防が今ありました。互いにこのワンプレーに全てをかける、そういったプレーが毎プレー続いております。ルール的に起きてる。
このまま試合をものにせんとした滝川高校でしたが、しかし宝塚東それを譲りません。フォースダウンの状況に追い込みまして、フォースダウン3でパントフォーメーションに追い込みます。このバントは宝塚東陣40ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となります。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っています。福永とキャンディーアウトバッター、福永とキャンディーアウトバッター。ここで宝塚東はナンバー変更があります。99番の選手が77番を着用します。赤字も一点上がっといていいね。さあ試合再開となります。宝塚自陣40ヤードからファーストダウン10。さあ抜けていった。さあ行く、リーカーファーストクォーターバック8番、ここでパスを投じると見せ左ロールアウトから一気にスクラム、相手のディフェンスの意表を突くように左オープンを独走、一気に前進しまして攻撃権更新です。宝塚東高校ファーストさあこれにより宝塚東一気に相手陣15ヤードに入りました。この攻撃活かせるでしょうか。宝塚東ファーストダウン10。ここでホイッスル、ここでホイッスルです。ここで宝塚東後半2回目のタイムアウトを取りました。両チームとも差はありますが、その差は8点、ワンタッチダウン、そして2ポイントコンバージョンで並べる得点差ではあります。そしてそれが狙える状況に今宝塚東あります。相手陣15ヤード、この位置からのファーストダウン点の攻撃、果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。さあタイムアウトときまして試合再開です。
宝塚東、再び番号変更がある模様です。宝塚東、再び77番の選手、99番に戻りました。さあ相手陣15ヤードから宝塚東ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック8番、右にスプリントアウトしてワイドレシーバー81番にパスを投じましたが、このパスはカバーされパス不成功。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。宝塚東セカンドダウン10、ボールオン相手陣15ヤード。ここでクォーターバック8番はミドルゾーンへパス、中へ入ってきたワイドレシーバー81番、これをキャッチしましてディフェンスの裏を走り込むように右オープンへ展開、一気にエンドゾーンに入り込んでタッチャー。宝塚東6点獲得、そしてトライ4ポイントに入ります。プレーを選択します。2ポイントコンバージョン、エンドゾーンに入りますと2点となります。ツーポイント成功。ここで再びパスプレー、しかしホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、したがってオフェンス宝塚これを取りません。プレー成功としましてツーポイント成功。宝塚東2点獲得しまして14点、滝川高校14点、宝塚東14点、同点となりました。すさまじい攻防です。試合は終始滝川高校は押している感があります。しかしその一瞬の隙を突くように宝塚東見事にプレーを決めまして、この試合をイーブンに戻しました。さあ振り出しに戻りました。この試合、試合時間残り5分12秒、宝塚東のキックオフで試合再開となります。さあスクイブキック、ロングリターンを避けるが、これをリカバーする際に膝をつきました。したがってこの時点でプレーは終了という形になり、滝川高校自陣32ヤードからの攻撃となります。さあ追いつかれました滝川高校、しかしこの攻撃シリーズをどうするでしょうか。自陣32ヤードから開始になります。滝川高校ファーストダウン10。さあしかし宝塚東も勢いついてきた。中央のランプレーを封じます。まずこのランプレーをノーゲインとしました。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクです。
白熱した試合となりました。ここまで試合を終始をしていた滝川高校ですが、文字通り一瞬の隙を突かれた形でその2つの攻撃シリーズを立ち上に結びつけられました。これにより試合がこの最終盤に入って振り出しに戻っております。共に得点は14点。先に得点を挙げた側が勝利するのか、はたまたその後さらにドラムが待っているのか。残り時間5分を切りましての最終盤の攻防、ぜひご注目ください。さあ試合再開となります。滝川高校自陣32ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。ここでプレイアクションでワイドレシーバー21番にパスを投じましたが、このパスは不成功です。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。滝川高校自陣32ヤードからサードダウン10。クォーターバック3番、左に流れながらパスを投じんと展開しようとしましたが、しかしプレッシャーからパスは投げれませんでした。フォースダウンに変わります。滝川高校フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。ここでホイッスル。ここで滝川高校が後半1回目のタイムアウトを取ります。双方ともタイムアウトのこの駆け引きの中に入ってきております。残り回数、滝川高校は2回、宝塚東は1回。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。滝川高校フォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。このパントをプレッシャーから自陣脱することできず、滝川陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。さあ攻撃権は宝塚東に変わりました。ボールオンは相手陣46ヤードから宝塚東ファーストダウン10。素晴らしいランプレーです。ナイスファーストダウン。
クォーターバック8番ハンドオフェイから右オープンを展開、相手タックル密集する中見事なステップワークで攻撃権更新果たしました。宝塚東ファースター、宝塚東相手陣27ヤードからファーストダウンタイム。終わりたくないやろ、頑張り。さあランニング枠99番ハンドオフから左のスタックルを突破、約6ヤードゲインとしています。しかし中でボールを持った選手が倒れているため時計は回り続けます。まもなく試合時間残り3分を切ります。宝塚東相手陣22ヤードからセカンドダウン5。さあどうか、エンドゾーン手前で止まりました。しかし攻撃権更新です。ここで宝塚東は横にいましたワイドレシーバーにヒッチパス、ここからレシーバーキャッチアンドランで一気にゴール前2ヤードの地点にまで攻め入りました。宝塚東相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。さあ船木のプレー、判定はどうなるか。ゴール前直前で止まりました。しかし残り1ヤードもないという攻防になります。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っています。画面上ご覧いただくことが可能でしょうか。ボールは白線のほんのわずか手前の位置で止まっています。このラインに触れた段階でタッチダウンとなります。さあこの紙一重の攻防が今から行われます。試合時間残り53秒。宝塚東セカンドダウン2ゴール。99番に託しました。一旦は止められましたが、そこから左に展開しましてエンドゾーンに体をねじ込み、宝塚東タッチダウン。6点獲得としましてトライ4ポイントに入ります。
成功1点追加、宝塚東21点、滝川高校14点。さあ残り時間は1分40秒となりました。おいリターンはしっかり行こう。滝川高校リターナーに3番と21番が配置されています。そして試合は宝塚東のキックオフで再開します。さあ低いキックを蹴りました。そしてしかしこのキックオフは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは3通りの選択ができます。出た位置から5ヤード前進した視点での攻撃か、5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは50ヤードのバッタリとして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べます。滝川高校は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。さあ試合時間残り1分40秒の状況で自陣35ヤードから滝川高校ファーストアウト。パス不成功。クォーターバック3番左に流れてパスを投じましたが、これはパスカットされました。パス不成功でセカンドダウンに変わります。しかし前パス失敗は時計が止まりますので、ここで試合時計は止まりました。残り時間1分34秒。滝川高校セカンドダウン10。パス不成功。今度は右に流れて21番へのパス、しかしわずかにオーバースロー。パス不成功でサードダウンに変わります。時計ともりまして試合時間残り1分27秒。滝川高校自陣35ヤードからサードダウン10。パス不成功。今度は左側にいたワイドレシーバー18番でしたが、このパスも通らずフォースダウンに変わります。滝川高校フォースダウン10。さあ攻撃つなげられるでしょうか。パス成功。ギャンブル成功。パス。この窮地見事にパスを成功させまして、滝川高校ファーストダウン獲得です。ボールオン相手陣42ヤードに入りました。滝川高校ファーストダウン。頑張れ。これキュリーさん、クォーターバックパスを投じようとしましたが、これを宝塚東71番キュービーサック、パスを投じる前に仕留めました。ここでホイッスル。
滝川高校後半2回目のタイムアウトをここで使います。すごい状況でクォーターバックがサックが生まれました。素晴らしいタイミングでこれを決めましたのは宝塚東高校71番の上尾。さあタイムアウトが間もなく解けます。試合時間残り58秒。滝川高校ボールオンは相手陣46ヤードですがセカンドダウン14の状況で試合再開となります。しかしその差はワンタッチチャンスだ。ワンプレーでまだ覆せる状況が残っています。滝川高校セカンドダウン14。さあここで中央ジャンプ、ここでランプレーを展開しました。5ヤード前進しているがしかし時計が回る。さあランナイン再びランプレー。さあ突破なるか。オフェンスラインが押し込む。しかしまだ攻撃権更新に至っていない。時計回るがここでホイッスル。滝川ここで最後のタイムアウトを使いました。ここでまさに賭けに出たというランプレーを重ねました。ノーハドルで一気にその相手の裏を突くように地上戦で打開を図りましたがしかしフォースダウン2の状況になっています。残り時間28秒。オフェンス集中。フォースダウン2ギャンブル。不成功。ここで選択したのは右スプリントとかのパス。しかしオーバースロー。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は宝塚東に移りました。宝塚東ファーストダウン10。2ダウン時計を回します。滝川高校に時計を止める手段は残っておりません。まもなく試合残り時間10秒を切ります。ここで試合終了となりました。
試合終了となりまして、滝川高校ブルインズ14点、宝塚東高校ワイルドキャッツ21点で宝塚東高校の勝利となりました。しかしナイスゲームでした。ぜひ皆さんのこの両雄にエールをたたえください。素晴らしい戦いでした。逆転劇見事でした。宝塚東見事この学生の制止、さらなる飛躍を遂げてください。そして惜しくも敗戦という形になりました滝川高校ブルーインズ。しかし試合途中までは完全に試合を主導権を握る堂々たる戦いぶりでした。決して恥じないチームであることは見ていてひしひしと分かる素晴らしいチームでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並み居る強豪たちに挑み、倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは幼少期に名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑むことには至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして彼らはこの過信昇誕の時期を乗り越え、今開花開校の春を謳歌しております。その果てにその本懐を遂げる地に訪れることができるのは果たしてどのチームとなるのだろうか。その光景を楽しみとしつつ本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご観戦ありがとうございました。ぜひこれからもアメリカンフットボールの応援をよろしくお願いしたいと思います。本日の配信は私のまな弟子であります月曜からアメフトバーニーの依頼によりまして、高校アメリカンフットボール協会の許可を得まして配信をさせていただきました。その配信実施させていただいたのは私道楽屋理沙でした。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。
応援会です。長い時間ありがとうございます。はい、どうもどうも、どうも、こちらこそお疲れ様でした。皆さんどうもありがとうございました。これから頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。